ただいまより u n d ファ3 5アーキテクツエキシビション、35歳以下の若手建築家による建築の展覧会、記念シンポジウムを開演いたします。その地域に根ざしたです、ね、地域の材料を使って、またその土地の風土とかあの景観を生かして、そういった建築物を作られているということに、改めて感動いたしました。 大きく遡ればイセジングエ出雲大社のそうした精神を引き受けながらまた新しい才能が育っていくという今回のアンダ三十五のプロジェクトを楽しみにしております。ぜひこの後も、えー、実際の言葉としてですねそれを発表いただけるということですんでですね今楽しみに。 えー、しているところです大阪関西これから非常に、まあ、あのこれだけ世界的に注目されてる、えー、時はないと思いますんでこの機会を生かしてですね活躍をしていただけたらというふうに思います「すインポッシブルアーキテクチャー」っていう展覧会あの実現しなかった建築の企画をあのやってまして。 あのロシア・ヴァンギャルドの、えー、タトリーの第三インターナショナルから始まって、まあ、あの石上さん、藤本さんにも、えー、実現しなかったプロジェクトを紹介していいただいていますなんか若い人と、まあ、上の世代が少し交流していく、まあ、そういう場として、東京じゃない大阪っていう場で、こういうものが継続的に開催されているということは、えー、関西の建築学生にとっても大きなプラスだというふうに、教員としても思います。自然災害だとか まあ震災の時もそういう思いがあったんですけれどもなんかそういうものに対して建築家が何,何を答えられるのか、まあ、そういう意味ではこう話をするのが、まあ、議論するのかを非常にに楽しみにしみていますもうすぐ50になっちゃうんですけど、えー、若い人たちと会うっていうか面白い人たちと会う、まあ、年に一度のなんか楽しみなイベントになってます。でまあ、今日参加したた若いい人たちもすごい 面白そうだなと思って、いろいろ語れたらいいなと思ってます。カルテで展覧会、パリのカルテで個展をやって、で今年あの上海でまあ、同じものを巡回させて、でモサーペンタインのあの展示も今年やったんで、まあ、展覧会続きでまあ、ここまで来てて、なので来年は結構まあできたものをなんか説明できるかなと思ってます。よろしくお願いします。 なんかもう少しこう建築を作ることとその周辺にあることも含めてまあこれからどういうふうに建築がこうなっていけばいいのかっていうことをまあ最近は考えながら設計をやっているような状況です。えまあ34歳ぐらいの時の作品を SD レビューっていうのに出してそれで反応があるかなと思ったらほとんど何の反応も受けずがっかりしたのを覚えています。たただそう思ってたら まあ5年後とかにあの時あれを見たよとか、今すぐ何かあの反応がないように思っても、実はみんな見てるので。かなり、今までの状況と、または価値観と、ちょっとこう変わった、パラダイムシフトと言えるのかどうか分かんないですけど、この年以前以降でこう変わってくるような状況を示してくれてるんじゃないかなと思っています。 同世代のこういう仲間たちとそれから若い建築家たちと両方と話ができる議論ができるっていうのはなかなか機会がないんですよねでやっぱり人と話をして議論をしながら自分の建築の考えが広がっていったりさらに先に進んでいけるっていうのはあるので今日とても楽しみにしてます去年からあの早稲田大学で教え始めて。 えー、研究室持ったんですねで研究室の学生たちと色彩としてカラフルな街を調べたり夜行として夜動いてる街のことを調べたり、まあ、そういうあのリサーチをまあ楽しんでやってるのが一つで,で今日はあのさっきからあの見た目の老け込み具合をみんないじられてますけど、えー、と原点回帰して気持ちは若いつもりなので、えーえー、一緒に議論に参加できればいいなと思っていますよろししくお願いします。 約500万円程度で購入できる、えーまあ、3D の木工加工機を販売しています。でこういう技術が、えー、と今までバリューチェーンの上流にあった臨産地でですね導入されることで彼らが育ててきた材料をその場で家具や建築にしてエンドユーザーに直接販売できると、まあ、そういう仕組みを作っています。でこ,ういうこうすることによって、まあ、地域に住む人が自分たちの地域の材料を使って、まあ、思い思いの,の空間を 自分たち自身の力で作っていくというような、えー、と社会を実現しようと考えていますなんかそのあなたは何と、まあ、戦うっていうか何を変えたいのかみたいなところが僕はすごい興味がやっぱりあってな何をしたいわけこれで皆さんが手元にスマートフォンを持って、まあ、いろんな文章を書いたりだとか作曲したりとかしてるのと同じ可能性を、まあ、こういった技術に見出しているというのがあの、まあ、モチベーションというかあのそういう部分です。 いかにシンプルに作るかを経済面だけじゃなくて、えー、郊外空間の豊かさや作ることの楽しさのハイブリッドとして考えることで、あらゆるスケールでそういったことを試みたプロジェクトです。この展示自体にもシンプルなハイブリッドを見出していこうと思いました。今回の重機をその後も使える家具として考えて、関西でチームを作って製作することにしました。スタッキングできる棚とローテーブルとして販売します。チームで議論して、この家具のシリーズは、 工事で常に出ててくる材使っていますここで目指されているそのシンプルさっていうのがあのなんかそういう未来につながっているのかどうかっていうのがあ,のあんまり伝わってきてないっていう感じです、うんはい、その寸法感だとそのじゃあグリッド同士があのちょっとつながりを求めたりとかいかにその一つ一つの判断の中にどう違う面白さとかあの空間の豊かさの端調を見出していってそれを,つなそれを重ねることは どううできるんだろうと、えー、法要や絵解きや、えー、葬式といった宗教的な活動のほかにも、えー、余生だったり、えー、結婚式だったりワークショップだったり、まあ、ギャラリーだったりといろいろなみんなが生きるための舞台になっていますでこういう状況を生み出すために僕らがこう何に着目したかというと,、えー、っと向きと開き方というとこですなんかその向きでの気づき あとは既存とのこうなんか関係みたいなものでどういう構造がありえたのかなとかっていうふうに今さっき考えていたところです。<laughs> やっぱりこう神様に整体した時と中庭かからししたたたの見え方が異なる加工にしたかったっていうのは結構え強い思いがあってえまあいろんな検討を重ねた上でこうはなっているんですけど。 え僕はあの技術についてをあのわざわざっていうふうに読み替えることで見えてくる価値観の提示をまずやっぱ考えなきゃいけないかなと思ってましてインドの建設現場についてその距離をどうやって縮められるかっていうのを考えて僕はその建築設計があの部品生産建築の部,品部分を作る部品生産の一端を担うべきかなと。部分にこここだわってまあそこでこう えー、技術を、まあ「わざわざ」っていう言葉を使ってましたけれども建築の全,全体像まで作っていこうという、あのー、なんか意,意図は読めるんですけれども、あのー、そのものの形自体を作る上でイメージっていうものと物質との対話っていうのを、えー、両方掛け合わせるような、えー、そうしたことで生まれる、あのー、全体像としてのものづくりっていうのが あのー、新しい形を見いだすための可能性として提示してくれるものが大きいんじゃないかなと思って私たちはアーバンスペースをソーシャルカルチュアルコマーシャルの3つの要素で構成されると捉え水という自然の美しさをより強くより豊かに感じることができる空間を作りたいと思いました。をそのまま、えー ファサードに反映してで、風景をフィルタリングしたような空間で囲まれた内部空間というものを実現しました。あの確かに美しいなっていうふうに思うと同時に、なんかいや本当にこの空間の中に行った時に水辺空間を美しく感じるっていうことがあのできているのかっていうことがなんか気になってしまったんですけど。 パビリオン自体も動いてるで周囲の水も動いてるっていうのの反射光とずっとパビリオン自体が動き続けるから風景が変わり続けるでそれが水の上にあるっていう感覚でそれにインスパイアされたアーティストとかがこの中でこう例えばあのコンテンポラリーミュージシャンが中で音楽のライブをしたりとかっていうのが実際に起こってるあの使われ方として。 私は人の知覚とか認識行動時間っていう建築が日常で含んでいる情報をいかに表現できるかということを新しいノーテーションとして映像で作りましたで3色は3人の人の違いを表していてで色の変化は時間の変化というものを表していますでそれらの XYZ を重ね合わせ新しい建築のノーテーションを生み出しましたこれをマルチプルパーセプションと名付けますなんか若干モヤモヤするのが。うん 表現はされてるんだけど要するにだけどもその記述によって逆に状況が生まれるようなことがこの先起こるのかどうかでこれは3次元的に情報が重填してる状態が私は面白いと思っていてでこれはすごくまた物質的なので素材のマテリアルの透過性とか例えば複数人人が滞在している時に相手の情報はじゃあこっちの私はどう 汲み取ってるのかっていうところまで精度が全然高くない。私はやっぱこれをスタディを重ねて、設計にフィードバックさせる可能性をあの生み出していかなきゃいけないんだろうな。っていうのはすごい感じてます。これ、桜を環境をその建築の体験、どう取り込むかということを考えました。で、並木が右側にあって、あの左がその建物なんです。お見送りの空間っていうのはま1番この建築の大事なところでして。 その建物のまあ並木のような構造とその奥に見える桜並木が連動して最後にあの環境とつながった形でお見送りできるっていうことを考えてこういう設計になってます。で、えー、と私実は7作品選んで桃枝さんのだけはちょっと別基準で選んだところがあってさっきの割と根源性とかああいうところとか、まあ、今の時代の。 テクノロジーとか社会性との対応とかそういうところを割と今回重視したんですがもう大江田さんのはやっぱりね一言目はうまいっていう話にやっぱりなるんですけど、まあ、本人は構造で説明してるつもりなんだけども実際には構造では説明つかない形であるしそれっていうのはもう社会性でもないけれども後でで何かいあの意味が解釈され得るようなものっていう系譜も。まあ本,本質的にはその桜並木の まあ中にある体験というのを建築的に翻訳して、そう、装置化したいというのが、まずあの考えとして、いいつもあってやっててやます、はい、それでは、えっと、これより本日の第2部、ディスカッションを始めさせていただきたいと思いますもう席順がいいと思うんで、吉村さんから <laughs> いいですか。 1あの一人挙げるとしたら僕推薦したのも僕なんですけ秋吉さんはあそこの会場に1分の1立てちゃうっていうなんか <laughs> あのはちゃめちゃさも含めですけどその、まあ、本人メタアーキテクトって名乗ってて僕それは名乗らなくていいんじゃないかと思ってるんですけどアーキテクトっていうのはそもそもあのそういうまあ,ある種の、えーまあ、ゲームチェンジみたいなことをしなきゃいけないと思うのでそういう文脈で。 あのー、アーキテクトとしての、えー、秋吉さんに1票。で秋吉、まあ、さんはその意味では割とこう理論整然と説明していたんだけどもう少しよくわからないままに自分をねよくわからないままにしておいてもいいんじゃないかなってちょっと思いました。今デジタルファブリケーションとかああいう,こう なんだろう地域の参加とかっていろいろなトピックをうまくこうなんか絡め取ってるようなところもあってでも本当のところはもうちょっとドロドロした何かみたいなものを手探りしてるんじゃないかなと思っててそれをちょっと今日は整理してプレゼンしすぎたんじゃないかなっていう気がするんですねやっぱり桃恵さんの方がいいなと思っています。 彼がなんか見てているところってなんか僕たちだともうちょっとおどろおどろしいものにしてしまいがちのなんかこうまあ時代背景だったりその今までこう建築を信じてたものをなんか一歩先行ってくれるんじゃないかなっていうような期待が僕は持てて。僕が一番惹かれるのは ななぜか佐藤さんなんですよ、ね、<laughs> でただただですねなんかからない感じがあるんです、ねうん、あとはまあ津川さんのやってることも面白いとは思うけどやっぱりもうちょっとノテーションということから生成される空間という逆方向のベクトルをもっときちっと打ち出さないとちょっと弱いかなって思って。 僕の中ですごくその場所とや,らやろうとされていることがあってるなと思ったのは、えー、とデンマークの高田さんと八木さんのものそれから、えー、と秋吉さん。建物を作るときに建築のコンセプトも重要だけどそれによって生まれてくるアトモスフィアがどういうものなのかってことをいつも話していてなんかそういう点でその2つはなんか場所とコンセプトがまあうまく合いつつ かつ、まあ、未来へへのの問問いいと既存への問いが両方こう立ててられなんだろうそのもちろん具体的にやりたいことを突き詰めていくのはいいんだけど、まあ、結果その先に自分でも見えてない何かをなんかこう作り出すっていうモチベーションは絶対必要だと思うんですけど一番謎を含んでるっていうところで、まあ、まあどれか選ぶとしたら雅人君かなっていう,うに思いました。 僕はもう圧倒的に佐藤君が面白いと思ったんですけど他のみんなはなんかこう今の社会資本主義をまあ前提でしかも今の日本を前提であの活動とか思考とかまあ設計をしてるんだけど彼はあの全然違うところでやっててあのできないですよ絶対にこんなこと。でこれがあのどうなんだろうね15年とか。 20年こう,こういうあのスタンスとかで全部作れたら恐ろしい建築を作れるんじゃないかと思いましたね話を聞いててもっとこう人間が持ってるなんていうのかなけのわからない心情とか、まあ、魂とかあなんかそういうものっていうのがあどこまでノーテーションで記述できるのかなっていうのが、まあ、ちょっと理解あの 一方で佐藤さんというのはそういう先端技術は一切捨てて手書きで、まあ、こういう現代の合理性をこう求めた世の中の中ではあ非常に何か逆に新しさを感じて、えー、何か,か可能性を感じましたので。 あの今回、えーとまあ、10年間本当に U30 をやってきてやっぱり他にない企画だと思うんですよねこれやっぱりこう議論の場があってしかもやっぱりまだこう形成、まあ、形成途中というか発達途中の人がある意味でこう上の建築家と知り合ったり意見がもらえてっていうのはやっぱりこうだから私も今回選ぶときに建築の建築店としては選んでません。 あのそういうふうな議論がさらに活性化するためのえっ、ー、と七組をえっ、ー、と選んでましたでちょっと一点だけあのただやっぱりちょっと我々世代からするとあのちょっとこの世代あるいはもっと下の学生の方も含めてちょっとここはいかがなものかっていうところが一つあって新自由主義の社会になって特に日本はここ二十三十年不況になると。 要するにいかにサバイブしてるかっていうことがかっこ良さになっちゃうっていう時代に今なってると思うんですね。こういうつまり何をやりたいじゃなくてこういうふうなデジタルの状況、ソーシャルな状況もうまく受け止めてお金も集めてやってますよっていうことがそれをなんか言ってしまうっていうのはなんとなく僕は良くない傾向だなっていうふうに思うところがあります。やっぱり自分のまだよく分かんないもやもやした夢を実現させるための 手段なのでなんかそういう時にパッと言ってくれるとさらにあ若い本当の若さだなっていう感じがするところがあるのでちょっとそこが気になったということですけどもでも本当に頼もしいなというふうに思います。審査委員長に相談なんですけども、はい、あ倉川さんですまあ割とあの正確にちょっと数えにくいんですけどまあコメントが多かったのが秋吉さんと佐藤さんなのでこの2人がもあのちょっと今いろいろご指摘やコメントを受けて。<laughs> この2人にはちょっっっとと喋てもらった方がいいと思うんですけど自分自身には多分、まあ、物足りなさでいうと本当にものづくりの,あのデザインの才能はないと自分は思ってるんですけどやっぱりこういうことをやってみたいなって手探りでやってった時にやっぱ分かんないこととかできないことって経験上やっぱりあるのでそういうことをでも出していくと結構みんなが助けてくれる状況を作るにはどうすればいいかっていうことを、まあ、ひたすら考えて生き延びてきたっていうか、まあ、生存 というう意味ではもうギリギリ生きてきたっていう感じなんですけどその先で見つけた答えは今起きている全てなので自分がやっぱメタってつけるのは自分にはそういうアーキテクト的な本当に素晴らしい作品を作るっていうところではないところで戦っていきたいという意味ではやはりメタアーキテクトでいきたいなというところがあります。技術ががテクネって言われれててそれがこう自然物の加工 ハイデガーとか言ってますけどなんかその辺を根源としてあの保持し続けるのが僕は今の状況からしても建築なのかなと思ってそんな、えー、おぼろげですけど真に思ってやってますやっぱりワクワクした未来を本来作るものが建築家だっていうところをやっぱり再びそれぞれのやり方で、えー、やっぱりこう確認していてまて、あ、本当にワクワクさせることをこれからもやってくれる。 あの才能がま今年の7組全てにあるなというふうに思いました。それは会場のもっと若い方々にもいい影響を与えるんじゃないかなというふうに思います。で、えっ、ー、ともうこれ対象一つ決めないといけないので、えっ、ー、となかなかもう正直あのそうですね票の数で決めようと思ったんですけどほとんど秋吉さんと佐藤さん拮抗しているので、えっ、ー、とこれはえじゃあ発表しますとえっ、ー、と秋吉さん に対象を与えたいと思います。県政座皆様大きな拍手をお願いいたします。<laughs> アンダーサーティーファイブアーキテクチャーシミュレーション二千十九。ロールドメダル賞は秋吉幹事さんです。おめでとうございます。はい。三十五歳以下建築家展みたいなものとか、SD レビューみたいなものに、全く実は興味がなかったんですけども。あのお会いしたことなかった吉村さんが今回、えー、前回昨年推薦していただいて、で。 まあ要はそのメッセージとしてはなんかこういう場所でもちゃんと話さないと,えと世の中変わっていかないんじゃないかっていう風なメッセージにも受け取れてまあ平田さんにあのまあ向かってプレゼンテーションをまあ書面で出したんですけどやはりなんかその時にはおそらくまあ自分でも出した時にも分かってたんですけどまあ作品ではないなと思ってましてでとはいえ負けは負けだなと思って久しぶりに悔しいなと思ってまあ1年かけてまた。 えっと、今年こういった形で、まあ、あの吉村さんと平田さんの前でお見せできたのが、あの自分にとっては一つ。成し遂げたという意味では、えっ、ー、と、まあ、成果だったかなというふうに思います。えっ、ー、と、感想、マジな感想です。はい、<laughs> はい、それでは皆様、もう一度大きな拍手をお願いいたします。秋吉様、おめでとうございます。秋吉様には、来年への出店シード権も与えられますので。来年の出店者たちを率いるリーダーとしての役割を、どうかよろしくお願いいたします。 以上をもちまして閉会の挨拶とさせていただきます。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。最後に大きな拍手をもって閉会とさせてください。ありがとうございました。